じゃあもしやで、もしやで、うん、キュウリ食うか俺のビンタ食らうかどっちがええってたらどうする？ビンタ食らう。マジで、マジなんでだよ。え、笑いの方いマジで、だってビンタは痛いだけやん。うん、キュウリもマジだけやん。死ぬかキュウリやったらキュウリ食う。死ぬの？レベルがね。死ぬかキュウリやったらキュウリ食う。レベルが、ね、もうちょっと攻めたところで一回攻めてみて。キュウリ食うかの二択で。そうだね、山ごもりを1週間するかきつっ、キュウリを食べるか。それはキュウリ。あー、山ごもり1週間はきついよね。それはクマと戦うか。キュウリや、命がないよ。クマと戦って勝てるやつおらんで、絶対。じゃあ新幹線に乗って、うん、東京から北海道立ちで、うん、要は行ってきて1日で帰ってくるっていうことか、キュウリ1本でいいよみたいな。立ちじゃなくって普通に座ってんの？座ってる。まあ、すごそれ。あ、でもキュウリを1本その場で食べる。結構ね、しんどいよ1日中で。結構ね、うん、それやったら俺はキュウリ食べると思う。へぇ、新幹線が負けるんや。食べれんねん別に。あ、食えんねん。極力食べたくないだけであって。あ、じゃあ、うん、絶対釣れん釣り堀で一日中釣りをするのと、キュウリを食うんやったらどっちがいい？キュウリ食うわ。だって、絶対に釣れへん釣り堀で釣ったこと俺らあるもん。じゃあ、絶対釣れへん釣り堀で釣れるとこやから。釣りしたことを2回ぐらいあるから俺らは。2回ある。じゃあいい？マーシーに、お尻舐められるのとキュウリ食べるのとどっちがいい？なんで？全然お尻舐められる。え、舐めよう。舐めんだよ、うん、全然お尻舐められるよ。そのレベルで、うん、え、お尻って穴のとこ、それとも周りの、周りのところ、穴の話すんの？周りのところ、周り、うん、あのプリプリしてるとこ、お尻の毛、毛、毛を舐める方が死んだ。俺が罰ゲームなってるよ、それ。マジ綺麗なもんないやん。俺もはない、仙台やったら。え、いや、嫌いな食べ物よ。ああ、よだれた。